はいどうもカッパ園長です。じゃあこの動画では、検査キットのお話いきましょうか。といってもねこれよその国じゃなくて日本のお話ですよ検査キットっていうとどうしてもね、とある半島のあの国を思い浮かべちゃうと思いますけども、違います。日本国内です。東京の世田谷ですかね。東京のこの世田谷区がねこの無償配布した抗原検査キットっていうのがあったんですけどもヤフオクに出品されてました予想通りすぎますよね。まあその予想通りすぎる展開になってしまってね、世田谷区がね今更躍起になってなんかこの火消しというか対応にね追われることになったらしいですよね。ていうかそもそもさね、なんでこの検査キットなんですか ね, ねまだこのなんかこの、なんだろうかな、このケンサーズね、もう本当そこら中にいるこのケンサーズね、これも邪魔ですよね。まだケンサーズいっぱいいるんだ大変だな。無料配布の抗原検査キットヤフオクに出品、世田谷区絶対やめてそんなもんさちょっと考えればそういうことするやついるのわかるだろう。東京都世田谷区が無料で配布した新型コロナウイルスの抗原定性検査キットがネットのオークションサイトヤフオクに一時出品されていたことが区への取材で分かったと。落札前に運営会社が削除したが、世田谷区は検査キットは供給不足で医療機関でも入手が難しくなっている、転売は絶対にやめてほしいと呼びかけている。だからそのただで配るとかやるなよ。年明けからの感染急拡大を受け、区は1月21日から27日、区内在住者や区内に通学通勤する希望者を対象に検査キット、合計38,388個を無料で配布した。希望者には、配布時第三者に、譲渡転売しないとの同意を得た上で検査キットを渡していたという。だから守んないやつが一定数もういるんだからさ、日本にだって。しかし1月29日ヤフオクに、世田谷区が無料配布した際の文書が添えられた検査キットが3個セット、入札開始価格1万2000円で出品されてたんだってさ。へえ、世田谷区舐められてんな。てかそれぐらいさ、もうだって今までこういうね同様のこの事例って何回もあったじゃないですか。学習しないんですかね。ていうかそもそもなんで検査キットね、この今時無料で配るとかわけのわからんことやってるんですかね。この検査キットは体外診断用医薬品に該当し、厚生労働省によると医薬品医療機器法で無許可販売が禁じられている。ああ、じゃあ個人特定したらそいつパクることできんのかな。ヤフオクを運営するヤフーは出品禁止物に当たるとして落札前に削除した。保坂世田谷区長は、検査キットは検査が必要な人に配ったはず、供給不足に乗じてお金儲けのために使われそうになったのは残念だと話してるそうで、まあ、確かに残念は残念かもしれないですけど、あなたがそもそも残念だよこんなこと進めちゃってね、区長がそもそも残念だから検査ができないんでしょね。もうこの一言に尽きると思いますけども。だからもうこういうのもさ、ね、もう罰則つけとかなきゃダメだよ。だからもう絶対やめてくださいねとかじゃなくて、もう刑事罰適用しとかないと最初から。絶対やるんだから。だからまあ、例えばその適用範囲、ね、この出品したやつはもちろんそうですけども、ね、それをこう一旦削除したとはいえ、一旦受け入れたこのオークションサイト、運営者、じゃあ仮にこの買った人がいたとしたら、落札されてたとしたらその購入者、全部ひっくるめてこのとっ捕まえてぶち込んだ方がいいと思いますね。いや、それぐらいやんないとね、いつも言ってますけども、性善説前提のお願いベースの話はもうやめないとダメでしょ。こんなこといつまで続けるんですか？ね、無理。で、しかも無駄。いや、もうこんなのさ、当たり前じゃないですか。ね、待ってましたとばかりに。だから、やる人間なんて、いくらでもいるわけですよ、もうすでに。でもなんか、もう、例えばさ、ね、この配布の時にね、転売はいたしませんって、一筆書かせたとしたって無駄だと思いますよ。だってこういうの出す人間ってもう常日頃からこういうことしてる。だからもうなんだろう、プロ転売ヤーみたいな、プロ出品者なわけでしょみんな。でもなんかね、このなんだろう、この世田谷のこの区長さんね、この保坂さんってさ、毎回毎回このトンチンカンなことばっかりやり続けてる、なんかそういうなんか痛い区長っていう印象があるんだけど。
もう世田谷の人もなんかそもそもこの人を交代させないとダメなんじゃないの？まあなんだろうな、転売は絶対にやめてほしいと呼びかけている。普通に想像できるでしょ、配布前からさ。ていうかこれって普通に、なんだろう、なんかちょっと記事にも書かれてましたけど、なんて言うんだっけ、薬事法とかなんかそういうね、法律ルールに引っかかる案件じゃないんですかね。なんだろうな、なんかこのマスコミもそうだし、このなんかこのね、政治や連中もそうだし、この中央も地方もそうなんですけども、なんかこの言ってることとやってることが、このトンチンカンな人がすげえ多いような気がするんですよね。ね、だって例えばさ、じゃあ今までもね、このマスクもそう、体温計ですらね、この転売のターゲットにされてきたわけでしょ。ねえ、何を見てたんですかね、学習しないんですかね、この人たちって。だからさ、ね、あ、でもこれやろうと思えば多分特定できると思うんですけど、でもやらないんでしょ。だからまあ例えばさ、特定できたとしたらさ、その人はもう一生無料でこの医療サービスね、このコロナに関係なく、もう未来永劫というか、もう一生涯ですね、生涯にわたってね、もう保険が適用するとかしないとかじゃなくて、医療サービス受けられないようにね、それぐらいのペナルティーしかけていいと思いますよ。この混乱に乗じてね、要はこのなんだろうな、あるいは本当にまあ正直言ってこの本当に検査を必要としてる人なんてそう大していないと思いますけども、でもまあ要はその必要な人の手元にね行かなく、要はこの社会を混乱させる行動を取ろうとしたっていうことだからね。だからもうとっ捕まえてね、もう僕は個人的にとっ捕まえてぶち込んで二度と出てこれないようにしていいと思いますけども、多分ね、そこまで厳しいことはようやらないんで、せめて、なんかそういうね、この医療でなんかこう下手こいた、やらかしたっていうやつは、だからその医療でなんかこのペナルティ受けさすとかね。だからこの目に目をみたいなやつをさ、ね、制度として復活させるとおかしいな。なんかそういうのを取り入れていいと思うんだけどね。じゃないと結局ね、悪さするやつって結局ね、いつまで経っても悪さし続けると思うんですよね。だからこんなん取引、今回は取引成立してなかったみたいですけどね。成立した、例えばなんか別の件とかでもね、なんかそういう例があったらさ、もう特定して本人実刑でこのなんかその場を提供したヤフーでもメルカリでも何でもいいんですけど、その場所ね、そこもペナルティを課す、で当然買った人間も取引に応じた人間も罰する。いや多分それぐらいやんないとね、いやもうなんかそういう手に入れたものをこの不当にね、高額転売するなんていう動きをね、止めることはできないと思うけどね。だからそもそもはさ、ね、この世田谷区の世田谷区側の問題として、この抗原検査キットだって医薬品、ね、医療品に数えられるんだから、これを無償でばらまこうとしていたのがそもそも違うと思うし、なんかね、いろいろとおかしいですよね。無駄に確保してばらまくのやめて、症状ある人とかクラスター源に回すとかさ、そういう使い方しないとおかしいよね。だから今回はそうですね、特定できるもんなら特定してさ、とっ捕まえてこのぶち込んじゃえばいいけど、その前にこの区長をね、区長を罰しよう。多分それがいいと思うんですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。